ナイト、お前もパーティーに行きたいのか？じゃあ、一緒に行こう。ダンスのお誘いを結構受けたけど、私、こういうのは本当にからっきしで。指揮官、少し練習に付き合ってもらえないかな。指揮官、パーティーが終わったら、なんか軽いものでも食べに行かない？私のおごりだから、そう遠慮しなくていいよ。ほらほら、私たちの仲じゃないか。指揮官、任務なんてパーティーが始まる前に、ちゃっちゃと片付けちゃおう。ナイス！これでボーナスゲットだ！ふふん、指揮官よ、あの儲かる委託、そろそろ収穫の時だぞ。指揮官、まだ大丈夫？次はパーティーに行くんだぞ。指揮官、次は私にも出撃させてよ。座して待つのは性分じゃないからさ。お、ナイト、指揮官のメールを持ってきてくれた？よしよし、いい子だ。ナイト、どうした？バラ？ちょうどいい。指揮官。素敵な君へのプレゼントだ。指揮官、公共の場でこんなことしちゃダメだぞ。
指揮官、これで応援してあげる。ぷー。あれ、うるさかった？ごめんなさい。指揮官も何か楽器を勉強して一緒に演奏しようよ。そういえば指揮官、私の洋服姿ってどう？似合ってる？これふわふわしててすごく気に入ってるんだよ。指揮官、結構任務が溜まってるよ。あ、さてはサボったな。指揮官、任務報酬だよ。私がいれば報酬も増えたりするかも。なんてね。ぷー。指揮官、委託組が帰ってきたぞ。うんうん。やっぱりチューバの効果は段違いだね。指揮官、目覚ましのソロマーチング、行くよ。指揮官、出撃前の応援曲、役に立ってた？メールだね。あ、指揮官宛てだったか。指揮官は私の演奏を聞きたい？よーし、まんじゅうたち、準備はいい？指揮官、これにぶつかっても知らないわよ。新しい任務、一緒に行きましょう。任務完了。ご褒美もらいに行ってみます。委託完了。指揮官様が命令してくださるなら大砲は全部やってもいいのに。やはり指揮官様は大砲のことを大切に思ってますのね。
鵬と一緒にお風呂に入ります？大鵬を食べてみます？それとも大鵬とあんなことしちゃいます？作戦完了です。戦場での姿も素敵ですわ。指揮官様、新しいメールです。毒味は大砲がしっかりしたでしておきましたわ。もっと触って。他の子にこんなことをしたら少し罰を与えますわよ、指揮官様。